はい、良い風景です。ペルソナ3の実況プレイです。ペルソナ3ポータブルね。まあ、別に今更いいんだけどさ、ペルソナ3だろうかポータブルだろうか、もうなんかどうでもよくない、どうでもいいんだけど。ああ、そうだ、4月25日ですね、土曜日。そっか、日付これ出てんだもんね。ここで読めばいいんだな。よしよし。いやー、なんていうか、この実況プレイのリズムをだんだん、つかめてはきたかな。だけど、一回の動画で一日進んでるんですね、最近は。っていうことは、これ動画終わるまで365回撮んなきゃいけないのかな。それ多すぎるだろう。動画的には。タラトロス内での3回行動は探索を行う意味では効率的だ。しかし、一度敵と遭遇すれば、一人でそいつを相手にする羽目になる。このリスクは大きいぞ。要注意だ。すでにこちらを見て逃げ出すような敵の階層なら、そのリスクも少ないだろうか。ていうか、あれみんないないっすね。あっとっとっと。あ、これ移動できんだな。そうかそうか。あれ、俺なんか喋ろうと思ってたな。あ、そうそう。なんか動画ね。まあ、どっかでスピードアップしたいなっていうふうに思ってます。っていうぐらいかな。ちょっとみんな探してみるか。下にいないってことは、おっと？なんでお前ら仲良くしちゃって、あ？キリジョー先輩なら作戦室。なんか、訓練みたいなのするんだってさ。あ、でも、タラタラス行きたいんだったら全然 OK だって言ってた。そっか。この年疲労ってのも情けねえけど、ヘドヘドのフラフラなのやっぱ疲労だよ。力入らないから、与えるダメージ小さくなるし、受けるダメージ大きくなっちまう。どっかで戦闘訓練で待ってるんすかね、この人。うん、若いからって無理はいかんな。疲労の時は素直に休みたまえ。まあ、言いたいことは分かったけどさ、つうか何をその偉そうな態度。こういう掛け合いが面白いですよね。じゃあまあ、キリジョーさんはいいや。まあ、キリジョーさんに話しかけるのは今夜はよしとして。今日土曜日だよな。俺うっかりしてたんですけど、そうそう、土曜日って特別にやってたいことがあるんですよね。青ひげファーマシー。ここ前来て、いくつか買いましたけど、そうそう、毎週土曜日はセールの日だ。たっぷり買っていけ。偉そうといえばこの人かなり偉そうだよね。いやー、だけどね、いや俺、黒沢明のね、あの映画大好きなんですけど、赤ひげって映画あるんですよ。皆さんご存知です？間違いなくこっから来てるんです。そっから来てるんですけどね。いや、マジで皆さん、あの赤ひげ見てください。それ見ると余計面白いよね。ということは、毎週土曜日のセールでお勉強するから、ご愛顧よろしくお願いするよって言ってるけど、まあ、赤ひげはこういうこと言わないけど、ちょっと安くなってるらしいんですよね。猫缶買っとく？でも今9000円しかないしな。どうしようかな。今日何日だっけ？ちょっと待って、今日何日？日付出てないんか？ちょっと待った。まあ一応予定は立ててあるから、今日土曜日だろ？はい、ちょっと待ってね。まあ、5000円はあった方がいいな。多分5000円はあった方がいいから。どうするか。いや、でもかなり使っちゃった方がいいんだよね。これ今6個しかないんか。これじゃあ多めに買っておこう。10個買って2200か。そっかそっか。じゃあ20個買っておこうか。もっと買っちゃう？ 30 個買っちゃう？ 30 個買って、いや、バイトすればいいんだから。そうそう、バイトして、次のバイトまでしばらくあるけど、これ2500円だろ？なんとかなるでしょう。おそらくなんとかなると思います。買っちゃう。まあ、多分、あ、違う種の玉か。しまった、買っとけばった。まあ、いっか。なんとかなるだろう。なんとか。よしよし。まあ、ちょっと怖いけどね。ちょっと軍資金は今、かなり欲しいんだけど、ここは、今日は土曜日は何ができるんだっけかな。毎日いろいろあるからね。クイズゲームか。これ確か学力だったか。今回やめます。占いはペルソナ能力だ。じゃあ、あと何ができるの？あとは、そうすると勇気を上げるとすると、カラオケか。800円ね。こういう軍資金がね、カラオケ毎日できるんだっけかな。
勇気上がったぞ。はいはい、26日です。26日の実況が今日はメインだからね。今日学校がお休み。そっか、何やろっか。どうしようかな。あのユミコは私服の時でも、なんであれ、ヘッドホンじゃなくてイヤホンじゃなくて、ヘッドホンでいいのかな、ああいうのぶら下げてんだな。机に向かうと学力かな。面白そうな番組やってない。なるほどね。そういえば実質を見るのすげえ久々な気がするな。カレンダー見よう。カレンダー見ても、まあ別にどうということはないんだが、今日25日だっけ。なるほどね。まだ随分あるな。次にタラタラスに向かう日にちはもう決めてます。出よっか。じゃあちょっとみんな何やってんだろうな。なんかないかな。特に何もない感じかな。ちょっと見てみるか。街に出ると扉には厳重に鍵がかけられている。これあれか、なんだっけ、これは屋上に向かうだな。そうだそうだ、書いてあるもんさ。あれは作成し入れるのってんだ。まあ、特に誰かがいるわけではないらしいな。コンソールデッキ使い方よくわからないが、かなり高度な機材のようだ。よしよし、じゃあラウンジかな、みんないるとすれば。でもみんな遊びに行ってるってこともあるんですよね、確か。ちょっと待てよ。まあいいか。いや、TP とかって、いいか。そうだ、ジュース買っておこうかなって思ったんですよね、今ちょっとね。確か TP じゃないや。SP だっけ ?SP を回復できるアイテムもあったような気がしたんだけど。まあいいか。休日は原則として自由行動だ。勉強するもよし、外出して息抜きするもよし、好きなようにして構わんぞ。わかりました。先輩は？私は外を遊び歩くより本を読んでた方が落ち着くからな。なるほどね。言いたいことはわかるよ。お前は外に行かないのか？これから出ます。今日は寮にいます。先輩は？今日は中でおとなしくしてるよ。別に出かける用事もないし、これでも一応怪我人だし、ね、そっか。じゃあ、外出るか。この人はボクシング部の首相なんですけど、今更ですけど、この人の、服装が好きなんですよね。なんかね、いかにも文系って感じなんだよな。いや、別に、文系とか理系とかっていう話じゃないんだよね。そうそう。体育会系っぽくないって言えばいいのかな。文化系っぽいって言えばいいんだな。はい、すいませんでした。言葉使い方間違えました。これから出ます。いい天気だぞ。思い切り気分転換してこいって言ってるけど。目が笑ってないんだよ、目が。一旦外出すると、再び寮に戻るときは、時間が夜に切り替わると。外出しよう。何しようか。日曜日は何すればいいかな。違う、ボタン間違ったよ。とりあえずタウンマップ出て。何しようか。コミかな。確か、鳳凰できるよね。鳳凰は確か月曜以外だったから、今やできるとすればそれしかないんだよな、コミは。だから、休日できるのはそれしかないですね。手元のメモによれば。いや、前も言ったけどね、手元にでかいメモがあるからね。それを参照。おっと、イオリン。元気か、イオリン。よ、ユミコ、何してるの？プラプラしてるだけ。春休こそ何してるの？俺は飯食ってきたんだ。タルタロスで体動かしてるもんで、最近無性に腹が減ってない。そうか。やばいんだけどさ、コミ活動しようよ。なんかこの人、今のところ木曜日しか会えないのかな。木曜日に一回誘われたっきりだけど、木曜日は恒常的に誘うことができるんですかね。どうなんだろう、わからんな。本の虫。じゃあ、風呂本屋で過ごすか。
いらっしゃい、また来てくれたんかい。あ、どなたさんじゃったかの忘れちゃったんですか。あ、嘘、ひわくした、忘れるわけなかろうって言いました。フェイクじゃ、ボケのフェイク、たまにリアルにボケてしまうだろう。あ、少し申し訳なさそうだ。あ、そうか、なんかこれ選択次第でなんか反応が良かったり悪かったりするんですけど、まあ基本的にはあんまりこだわらずにやっていこうかなと思ってます。ふみこちゃんメロンパン好きだ。もらいもんが余っちまった。ふみこちゃん持ってっとくれ、ありがとうございます。いいっていいって。そんなかしこまらでいいよ。いや、かしこまった覚えはないよ。ふみこちゃんは礼儀正しい子さん、あいつとはえらい違いだわ。あいつって夜のことかな。よかったらお友達、よかったらお友達の分を持っていくかい。わしとばあさんじゃ半年かかっても食べきれんからの。さすがにいいですとだけど。はい、もらいます。あいよ、じゃあ持ってきな。あ、その、リアルにどなたさんじゃったかの。もう、おじいさんったらゆみこちゃんでしょ。ごめんなさいね、ゆみこちゃん。おじいさんってば、最近物忘れがひどくて。はい、これ。メロンパンは手に入れたぞ。メロンパンの効能が知りたいね。ばあさんや、あいつはどこまで行ってるかの。せっかくお客様だったのにお構いもせんとすまんの、ゆみこちゃん。あいつって、うちのドラ息子、出かけたっきり帰ってきやせん。ゆきちいさんは寂しそう。まったくどこほっつき歩いてるのかの、ばあさん。おじいさん、あの子のことは、おばあさんは悲しそう。何の話？息子には、先立たれてしてもうとんじゃ。すまんのおじいちゃん。せっかく来てくれたのに、見苦しいところをお見せして、見苦しいところを見せてしもうて。もう、いきなり暗くならないでくれよな。文吉じいさんと三つ子ばあさんから、辛い身の上話を打ち明けるのか。じいさんたちの仲が深まってきました。古本屋老夫婦込みのランクが2に上がった。本王のペルソナを生み出す力が増幅された。よし、はいはい、コミュニティは仲間と時間を過ごすことで成長し、ランクを上げていくことができます。このランクに応じて合体後のペルソナの経験値ボーナスの幅が大きくなります。なるほどね。またコミュニティを育てていくうちに他のコミュニティが見つかるかもしれません。あ、そっか、そんなことあるんだっけ？たくさんのコミュニティを見つけ、コミュニティを成長させましょう。そろそろ暗くなってきた。なんじゃいなんじゃい、ばあさんもゆみこちゃんも暗くなるのは遅っただけで十分じゃ弱い。また来てくれな。ばあさんと待っとるよ、ゆみこちゃん。文吉じいさん、いつかばあさんと別れ、寮に戻ることにした。君か、おかえり。ただいま。タロットカードの話しますとね、何を唐突にと思うんですけど、確か大アルカナって何枚だっけかな ?22 枚だったっけかな22枚プラスアルファのコミネがあるんですよね。なんか今更なんですけど、まあまあ多くの方はご存知だと思いますけど、これ、愚者とか魔術師とか、法王とか戦士って書いてあるもの。これタロットカードの用語なんですね。タロットカードには確か全部、タロットカードって普通の一般的なやつは確かライダーウェイトっていう一般的なやつ。これは確か、1デッキが78枚だった気がするんですけど。すいませんね。間違ったらすいませんね。はい。すいません。確か、何十枚もあるんですけど、そのうち、よくタロットカードって言って、図像が思い浮かぶと思うんですけど、あれは大アルカナって言って、全部で22枚だった気がするんですよ。確かに。うん、タロットカードを、いくつか持ってるんで、まあそういった意味では馴染みがあるんですけど。で、これタロットカードになぞられてるんですよ、このコミュってやつはね。あと、ペルソナもそうなんだけども。
って22プラスアルファなんだよ、確かね。それ以上あったような気がします。タロットカードでトートっていう銘柄があるんですけど、それは、普通のタロットカードとは違う、言葉使いしてるんですよね。その大アルカナについて。で、その要素も組み入れてるんじゃなかったかな。エピソード Your Self では、確かトートから用語をいくつか、拝借してたから、ちょっと多いんじゃなかったと思いますけどね。その、トートを持ってますけどね。まあ、個人的な趣味から言えばね、トートよりもね、ライダーウェイトですね。まあ、タロットカードでもね、いろんな銘柄があって面白いんですよね。ライダーウェイトはおすすめですよ。というか、一番シンプルで面白いです。なんていう無駄話をしつつ、今回はこの辺で切りたいかな、と思います。ご視聴ありがとうございました。